市口駅は北海道亀田郡の内町麻座東大沼にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は N69。電報略号は宿。本校ではかつて駅前に存在した大沼電鉄の新町市口駅についても記述する。なお、大沼電鉄との関係は国鉄による同鉄道の買収ではなく新線開通に伴う廃止であるため。 大沼電鉄の調子口駅とは別駅の扱いとなる。1976年の調子口駅と、周囲約750メートル範囲。下が、大沼方面。国土交通省国土画像情報をもとに、作成駅名の由来、編集あたり駅付近は、大沼の北東端に近く、大沼の橋が細くなっており、調子の形のようになっていることから付けられた、地域名に由来する。 相対式ホームに面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅となっている。互いのホームは駅舎側ホーム中央部分と対向側ホーム中央部分を結んだ構内踏切で連絡している。駅舎側ホームが上り線、対向側ホームが下り線となっている。その他上下線ともに安全側線を有する。点手付きの形状は上り線からの片開き分岐である。 大沼駅管理の無人駅となっている。駅舎は構内の東側に位置し、上り線ホーム中央部分に接している。有人駅時代の駅舎は改築され、外壁にサイリングが張られ、建物の規模に必死圏の高さが高い建物となっている。駅舎内にトイレを有する。駅前には民家が並んでいる。新潮市口駅はかつて 北海道亀田郡奈良村東大沼にあった大沼電鉄の駅である。戦後に開業した東駅は国鉄調子口駅の駅前に位置していた。東駅は1999年時点では JR 調子口駅前の空地となっていた。2010年時点でも同様であった。駅付近の鹿壁方への線路跡は、 1999年時点では、沼尻川を渡る地点までが、住宅地に続く、舗装道路となっていた。2010年時点でも同様であった。また、1945年廃止の線路跡と、復活後の線路跡の合流地点付近の沼尻川に、築堤と橋台が残存していた。北海道旅客鉄道函館本線、池田園駅流れ山温泉駅、長舎口駅四部駅、 一部の列車は流山温泉駅を通過する。打ち消し線は廃止信号上大沼電鉄大沼電鉄線、新潮志口駅大沼温泉駅新潮志口駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。